うわ、超気持ちいい <laughs> めっちゃ気持ちいいな、本当にあ一人じゃエンジン組めない、あの、私、20年前、19歳の頃ですかね、もう4年間ずっとこれしてたんですよね、このくらいの白いペンギン、探しているんです。 このくらいの白いペンに探してるんですこれねずっと19歳やってましたこれ辞書でこう書かれてましたはい <laughs> いやーやってましたね今日こんな話ここでできるなんて最高ですねナンパの話しますさあ地図はですねこれはどこでしょう今東京のですねある都市に来ていますねそうです センター街ままで行ってナンパしてしした楽しかったな <laughs> 私あの、千葉の大学に行ってましたので千葉の駅から1時間15分毎週末渋谷に行ってましたねそこでこのくらいの小さなペンギン探してるんですそういった言葉でですね女の子に声をかけてましたはい新宿でもやりましたね楽しかったな <laughs> いや。 これ、<ー>私の友人がです、ねまあ、あの仲間と一緒にやってたんですよね、だいたい2人か3人かな、あの渋谷で,です、ね、ナンパした子をです、ね、3ヶ月後にまた同じ子をナンパしたというです、ね、ケースもありました、向こうからあ、神じゃんって言われてあ神って私の友達なんですけどねねすすごいです、ね、いやそれがですね、東京で2組、で私あ、長野県に帰ってきてから社会人になっても。 ナンパしたんですよね <laughs>、はい、塩尻市に私住んでるんですが松本駅の前にいてです、ね、ナンパしてまして松本で一組実はです、ね、そのナンパがきっかけで結婚したんですよね友人がいやーびっくりです今子供も生ままれています私との声をかけた時っていうのはまさかそんななんて思ってもなかったんですよね <laughs> だけどそれがなんか今すごく快感になっています 私が声をかけないと、私の友人が声をかけないと、絶対に出会わない人たちでした。しかもですね、大勢に声をかけるわけじゃなくて、一人一人丁寧,丁寧に、丁寧に、丁寧に、丁寧に声をかけていきます。そのですね、偶然の人間関係の連続というものがですね、すごく快感だなぁと思ってきました。 スタンフォード大学のクランボルツ教授のこれは理論です <laughs> 個人の8割のキャリアはですね予想していない偶然の連続によって形成されるというですね計画的偶発性理論を提案しましたちょっとここを実はこのクランボルツ教授はですねこの5つの行動特性というものを持っている人がそういったキャリアなりやすいよって言っていますナンパをこれに合わせてみたらなんかしっくりきたんですよね 好奇心持続性、柔軟性、楽観性、冒険心、ちょっと説明してみましょうね。いや、気持ちいいな、こんなこと言っていいんですね。<laughs> まず好奇心、偶然の出会いです。私、電車乗ってる時ね、今日誰と会うんだろう、電車に乗ってる時渋谷に行くまでですね、家を出た時なんてね、誰に会うかも分かってないんですよ、私ね、女の子にモテたい、当時、いや、今もそうかもしれない、今日は誰と会うのかなという好奇心。 これがありました毎週火曜ぐらいの好奇心がありましたね次、持続性たまに可愛くない子もいるんですよ、<laughs> いるんですよねで。私たち結構リピーターになってくれる方が多くてその後ですね合コンにつながっていくるんですよ、まあ、そこからこう結婚していくまでになったりするんですがいやこの子ちょっと可愛くないかもしれないけどこの子の次連れてくる友達は可愛いかもしれない。 このですね持続性があってですね根気強く毎週できました、うん、柔軟性ですね出会った瞬間から話を始めなくてはいけませんしかもですね立ち止まってもらってその後飲みに行ってあわよくばとこっていうところまでですね柔軟に対応しがなければいけないこの柔軟性はですねいやあったなあと思いますね あの渋谷とか新宿の女の子、ナンパされ慣れてるんですよね,ね,ね、ちょっと飲み行かない、これダメです。ですんで、このくらいの白いペンギン探してるんですよ、え、何 <laughs> ちょっと飲み行こうよって言うと、ですね差別化できたんですよね、当時で、ね。<laughs> はい、<laughs> と、楽観性ですね、これ、ただね、断られるんですよ、結構冷たく、無視されたり、へこむんですよ、何回も何回も失敗します。 その時にですね、私最初にエンジン組めない、一人じゃ組めないって言ったんですけど、仲間と必ずエンジンを組んでから行きました。大丈夫だ。一生はない、一生はない。一生はない、一生はない、一生はない。それ断られても、ひどいこと言われても、あのことは一生はない。だけどもう一つの意味あります。私たちが声をかけなければ、一生はないかもしれない。これがですね、すごく勇気になりましたね。はい、冒険心。いやー、まずはやってみよう。勇気を出してやってみようということで、4年間。いや 長野に帰ってきてからも社会人になってからもやってましたねさて今日プロフィールがね皆さん自己紹介私のありますが実は私現在39歳になってですね当時新宿・歌舞伎町から長野県塩尻市大門の栄町へそうですね渋谷のセンター街から大門の商店街へフィールドを移して今活動していますちょっとその話をしましょうかねまあ本題かなこれがはいさっきまで話してたのはナンパですね おいいなあ、これ野田桐子さん、デザインしてくれたんですよ、嬉しいなあ、はいなのだというですね空き店舗を借りた拠点の活動の話をしていきますさあ、渋谷からずーっと特急あずさ2時間半乗って、そうです、市役所に就職して、39歳、山田隆、今ここで大門商店街のですねある一軒の空き家を借りて活動しています。えー 商店街は、まあ、全国どこにある商店街も一緒ですが今130ある約店舗のうち23.1%約30件が規店舗となっています私が当時小学生だった頃はもっとにぎやかでしたねそこで私たち市の職員は勉強会を通じて商店街の進行を考えようだけど待てよと自分たち公務員 商売したことないし実際に住んだことないのに商店街の現状課題がわかるのかこんなところで議論してもダメだめだまず一軒借りてみようという活動をスタートしましたこれがその空き家ですね右側の2階建てもう築50年60年ですかねこれが私たちが借りている空き店舗なのだですね4年間空き店舗になっていました左側がですね大家さんのご自宅ですねシャッターの閉まっているところ鈴木庄二さん え現在83歳、えー、奥様とお二人です、あのー、住んでいます息子さんと娘さんいるんですがお、あのー、二人とも結婚や仕事の関係で愛知県かな行っていましたまずはここを一軒借りてみようとそれで可能な限り住んでみよう滞在してみようそこで大門商店街何困ってるのかなっていうことを知るそういった活動をスタートしましたはいなのだ2012年4月15日からスタートして今3年目になっていますね これは私たちのコアメンバーとよく遊びに来てくれている人たちのメンバーです。いいですね。最初はですね、あっ、なのだというのは拠点の名前なんですよね。最初は空き家なのだでした。で、まず私たちが借りてですね、ああ、いいな、これ、雑誌ターンズで、全国紙に取り上げられた写真ですね。すごく素敵な写真です。最初、私たちは出勤前に平日、朝7時から8時まで、とりあえずシャッターを開けていてみようと。 でこれを2か月、3か月続けることによって街に変化がそれをインスタレーションと呼ぼう特に何も考えずまずは借りてみてそこにいようということになりましたただ、ですね今3年目になっていろんな活動をしていますただ朝シャッターを開けているだけじゃなくて朝ごはん一緒に食べればどうかなと、えー、朝食なのだそうですね、なのだというのは拠点の名前でもありそこで行われるイベントの名前にもなっていますはい、行列ができたんですよ朝7時ですよ これはですねカツサンドを100個7時から販売しました普段朝食出しているお店なんか一軒もありませんカツサンド出しているお店もありません精肉店とパン屋さんをコラボレーションさせて作っていただきましたこれは嬉しかったですねそれとグルグルカレーなのだなんでしょうねこれはい商店街にあるカレー屋っていうのは一軒だけなんですよこれはですね 普段カレーなんか出しないお店に無理やりカレー作りましょうよって言って食べ歩きイベントをしました左から喫茶店、惣菜屋、フレンチシェフあカレー屋さん1軒だけ山小屋さんそれとイタリアンですねでカレー食べ歩き何がいいかというとです、ね、2つありますカレーって結構23杯食べれちゃうんですよねでこれコンプリート完食した人もいます親子でですねちょっとちっちゃめのカレーで300円から500円で作ってくださいということをやりました2つ目いいこと残ってもロスにならないんですよね 次の日出せたりですね、お店の方が家族で食べたりできます。こういった形で商店街をカレーをテーマにですね開業していただく企画をやりました。これ楽しかったな。250食1日で完売です。100メートルしか届かない FM 放送局なのだ。何か商店街の空き店舗で100メートルしか届かない FM 放送局やってます。何がいいか。ラジオ持ってこないとそう聴こえないんですよね。そうすると自然に人が集まってきます。 それともう一つ、何やってるのって来た人たちに、ですね,ねえちょっと話そうよ、ラジオやってんだよえ、えいい、いい、恥ずかしい、大丈夫、誰も聞いてないから、<laughs> <laughs> これでですね話をしていただくんですよね、最初のゲストは大家さんの鈴木庄司さんでしたね、<laughs> 商店街、昔どうだったんですか、どうして閉めちゃったんですか、今後どういう商店街になってほしいですかっていう話すきっかけにしています、こういった形で、ですねさあ、何の話渡私、してましたっけそうです 当時19歳の頃は目の前の女子大生に夢中でした。今はですね、隣の空き家のおじいちゃんに夢中ですね。<laughs> あれ見ましたね。クランボルツ教授。なんかこれナンパと似てるなってちょっと思ったんですよね。好奇心から冒険心。なんか全て当てはまりそうだなと。好奇心。つながりですね。私がその空き家なのだを借りなければ、 出会わなかった人たた人ちがたくさんいますまた私たちの空き家の活動を見に来てですねお互い同士がつながるというつながりも生まれてきてます持続性私鈴木庄二さんを見とるまでやる宣言してますまちづくり商店街振興私ね10年ぐらいやらなきゃわからないんじゃないかなと思ってますよかったのかわる悪かったのかもわからないと思ってますこのくらいやらないとだめだなと周りに言いふらしてます今もそう へへ柔軟性、そうですね、イベントはですね、特に何も設けてません、私たちなのだという建物には、建物の属性は設けてないです、イベントスペース、会議室、そんなことは設けてないです、そこで何かやりたい人が、あいいじゃん、それやってみようよ、じゃあトークなのだ、今日はカフェなのだ、ワインなのだ、こういった形で柔軟にですね、何でもやってもいいんだ、そういったスペースにしています。楽観性、これね、仕事じゃないんですよ。自分たちでお金出して 自分たちの時間仕事以外の時間を作ってやっています何がいいか上司がいないんですよははははそれと長く続けられますね誰にも頼まれてないですけどやっていますさあまずやってみる目的は特になかったですまず一軒借りてみようという冒険心からやっていますえー2軒目昨年の6月にオープンしましたアトリエなのだそれとちょうど先週ですねものづくりの拠点にしたいということで もう一軒開けて住んでくれた人たちがいます。あ、人ですね。はい。嬉しいな。やってみなきゃわからないことだらけですね。借りてみて分かったことたくさんあります。しかもですね、当初借りたとき3年前、こうなるとは思ってなかったです。私、ここでこんなことを発表することも想像もしてなかったです。ああ、私、市の職員なんですが、嫌いな言葉、これいつも言ってます。市民、住民、人々。 まあ今日のテーマである地域、行政の職員はですね、そうやって一人をぼやかします。一人を見ません。地域が困ってんだ。人々が困ってんだ。そうやってぼやかす。私は一人に向き合う。今回ですと、鈴木庄司さん、4年間空き家を抱えて困ってた、鈴木庄司さん一人をですね、なんとか助けてあげる。この経験をしてですね、それをできないと私は多くは救えないと思っています。行政の職員として。 一人を救う経験をですね、仕組み化するのが行政だと思っています。当時、泉ちゃんを追っかけてました。<laughs> 今は鈴木翔司さん、一人と向き合ってます。皆さん、私ね、最初こうなるとは思ってなかったんですよ。気軽に、真剣に、目の前の一人と関わってみる。今日のテーマ、パワー・ブ・コミュニティ、地域を、 地域に力をとあるんですが私は皆さんが目の前にいる人と気軽に真剣に関わり合うことからそういった地域の元気が生まれるんじゃないかなと思っていますこれはですね雑誌「ターンズ」の表紙を撮影した後の集合写真ですね、えー、メディアに出れない方たちも一緒に入ってますすっごい好きな写真ですね私借りなければ絶対に会えなかった人たちとこんないい笑顔で,です、ね、写真を撮れた今も活動しています すごく嬉しいですあこれ写真撮ったのはね3週間前なんですよね真ん中がですねあ右側すつきますけど私です真ん中は当時東京でナンパしていた仲間松本に帰ってきてナンパした仲間3人と会いましたよし何をやってたんだっけそうだこのくらいの白いペンギン探してますやったなー も松本でやってみました <laughs> 3週間前私39歳もうね当時の仲間2人はね結婚して子供もいますでもね実はデデックスでこういう話してるんだる、うん、そしたらですねものの5分で生成功しちゃってますねおおこの時ね5分だけ5分だけ5分だけ飲もうよっていう手使いましたえ,えスイーツ美味しいで飲んで5分だけでタイマーを出してですね 5分はたったのを見始めたりして、ね。いやー、あー、OK 行きましたね。あー、肩だ。出ました。ねはい。ナンパした後、記念撮影しました。右側にうっすら5分のタイマー出てますよね。全部の注文来てからだよって言って5分やってですね、その後、ちょっと延長延長、面白いよねって言って、実はですね、この後、二次会行きました。いやー、楽しかったですね。その時、 会うとも思ってない人たちと二次会行ってですね、今度、打ち上げやろうぜっていう話になってます。何の打ち上げだ <laughs> <laughs> ああ、このック x ね、報告したらこれ見てね、打ち上げしようと思ってます。まずね、皆さん、できます !39 歳できますよ、私皆さんも気軽に声かけてみましょうよ。最後です。ただですね、私、一人じゃナンパやったことないんですよ。恥ずかしい。大変だよ。今の空き家の何度でもそうです。 最初、私がやってみよう、それを2人目、3人目、コアメンバーができて、多くの方が関わってやってます。誰かと一緒にやったほうがいいなと思います。私、塩尻で困ってることは、他の似たような地域でも困ってると思ってます。ですので、地域を超えても一緒にやろうということでやってます。塩尻でできるんだから、みんなの地域でできるよと、やってます。いいな。私ね、今日ここにいるなんて想像もしなかったです。だけど 偶然の連続の出会いによる仲間と今、ここに私は来ているな、そう思っています。一人じゃエンジン組めません、一生合わない、一生合わないって一人で言ったら格好悪いですよ、気持ち悪いよね、<laughs> <laughs> ナンパなのだ、最後です。皆さん、何か、これ聞いてやってみよう、映像見てる人たちも、一人でできない、なんか俺、好奇心あるんだ、冒険してみたい。 できると何かやりたいっていう人はぜひ私をナンパしてください <laughs> 一緒にやりましょう一緒に失敗したら謝ります山田でしたありがとうございます